ちょっと私が最近手に入れた友人です。おかわいい、とても素晴らしくて、どれ弾いても、おどれ弾いてもちゃんといい音なので、こう曲弾くとかはちょっと難しいんですけど、こう奏でるにはどこ弾いても、誰が弾いてもチューニングとかは決まってるんですか？はい、チューニングは一応決まってるんですけど、でも自分の好きにこう変えてもいいので、一応この並びはこうなんか和音が合う並びにしてくださってるんですけど、でこれを作った方もやっぱり音楽を身近に、こう楽譜が読めないから音楽ができないとか、そういうことをちょっと飛び越えて、音が鳴って誰が弾いてももうすぐ音楽ができるっていうコンセプトで作られたそうで、で有金の有の字は優しいでもいいし遊ぶでもいいし、好きな字をはめていいんだ。そういうことなんだ。それでひらがなの。そうなんですね。じゃあひらがなでね、有金って金はことなんですけど、素敵なコンセプトの楽器と出会って、はい、なので今これを自分で弾いたり、誰かに弾いてもらって自分が踊ったりとか誰でも弾けるのでね、なるほど、はい、とても面白いものを手に入れました。かわいい、かわいい、かわいいね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 、7万ですよね、安い、オーダーで7万ですね、すごいね、Thank you.
ですね、やっぱりその即興的なものを出会ったその瞬間に何か新しく面白いことが始まるっていうのがとても楽しくて、そうですね、やっぱりこう踊ってきてない人を踊らせたいですねその人の人生の中に踊るっていうカテゴリーがなかった人にこそ踊ってほしいですね。でそのなんか輝きを見たいかな。おー、はい、なるほど、うん、磨いてみたい、磨いてみたい、その人のなんか知らなかったその人を見てみたいみたいな。あら、そんな側面をお持ちでしたみたいな。そうなんですよ。で多分こう大人になるとね、踊るなんてもうとんでもない、今までもやってなかったからみたいな。で女性だったらね、子どもの頃まで憧れてましたとかあるけれども、ましてや男性は踊るなんて、社交ダンスとかも流行ってない世代ですからね。確かに、うん、なんかそんな人たちがちょっと、まあ、動いてみれば面白いってことに気がついてもらって、うん、でそこにこういう音楽できる方が混ざってきて、うん、宴ですよね。そこで宴が始まったら、うん、で美味しいお料理作れる人がいて、はい、そういう場所がすごく好きで、うん、そういう幸せな瞬間を増やしていきたいですね。テクニックを駆使しない踊り、はい、体硬くても全然いいし、年齢ね全然関係ないし、うん、その喜びになるような踊りを展開できたらなって思ってます。はい、じゃあ清水に任せて、はい、ですかね、はい、じゃあ本日のゲスト、木田千代さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。